ライト・ミルズ・チャールズ・ライト・ミルズはアメリカの社会学者、テキサス州生まれ、1941年、ウィスコンシン大学で博士号を取得、メリーランド大学准教授となる。第二次大戦後の1946年から、没年まで、コロンビア大学教授を務めた。出世作、ホワイト・カラーでは、新中間層が増加した理由を述べ、さらにその政治的無関心を指摘した。 続くパワーエリートではアメリカ社会の支配構造を分析し激しく球団した。ミルズにはマルクス主義への接近も見られたものの急性のため理論的な統合は実現しなかった。パワーエリートとはアメリカ社会の政策決定に対し独占的な影響力を行使できるとされる権力層のことである。そうしたパワーエリートは政治、経済、軍事の 各分野におけるヒエラルキーのトップであり、ミルズはこれら権力層が権力構造維持による利益の一致から協力して大衆を操作していると分析した。パワーエリートは必ずしも階級とは関係がなく制度化されたポストについている人々であるという点で、マルクス主義的な定式化とは異なり、経済一元論から脱して権力支配層を摘出した点で評価された。 また、パーソンズを頂点とするアメリカ社会学会の正当派への通列な批判の展開者としても知られる。この中で提唱された社会学的創造力の概念は社会学のあり方を考える上で重要な概念として広い視野を持ち大きな問題と向き合うことの重要性を語った。このことは今日でも多くの社会学者によって言及されている。それは 一人の人間の生活と一つの社会の歴史とは両者を共に理解することなしにはそのどちらの一つも理解することができないと考える想像力である。c w ミルズ2 0 0 0 a ありがとうございます。